ドラフト1位セレクションで初登場。プロ入り3打席目で初ホームランを放った。メイン守備がレフトで登場。パワーが B に強化。15試合の出場にとどまり A ランクの登場だった。ミートパワーが強化され、開幕2戦目では4打数4安打5打点の大活躍。プロスピセレクションで登場。6月2日4番打者に抜擢。ミートパワー同時に強化。特殊能力は超フルヒッター。ファンフェスタセレクションで登場。全試合出場で3割30本100打点達成。サムライジャパンで登場。日米野球第6戦では4番に抜擢。パワーが A に強化されたが、調子を落とし、ビッグベイビーと揶揄された。8月以降は調子を上げ、最終的に2年連続30発で優勝に貢献。メイン守備がサードで登場。2代目若大将襲名。パワーがプラス1強化され、特殊能力はリアタイに向いている。スピちゃんセレクションで登場。終盤は大山とホームラン王争いを展開。アニバーサリーで初選出。ホームラン王、打点王を初受賞。ベストナインで登場。意外にもこの年が初受賞。パワーがさらに強化され、サード守備適性も B に強化。エキサイティングプレイヤーで登場。前半戦だけで80打点。やば。ミートパワーともに強化。史上300人目の通算100ホームラン達成。2年連続アニバーサリーで選出。こちらも2年連続でホームラン王と打点王に輝いた。ベストナインとゴールデングラブ賞、受賞は確実か。